こんにちは、よしみです。いつもご覧いただきありがとうございます。前回は小林珠美くん、ストリートアートがいっぱい書いてあるところにいた、いろんな国旗のねシャツを着てたチンピラみたいな人と初めてスタンドを出現させた小市くんの対決だったわけなんですけれども、私の個人的にもすごく名勝負だなと思える傑作回だったと思ってます。お互いのねスタンドでの戦い方が想像を超えたあのアイディアで面白かったですね。あとは小市くんがまあスタンドの発言とともにだんだんちょっとこう成長していく様子っていうのもね見られて、面白くなってきたところですが、今日は一体どんなことが待ってるんでしょうか。第7話を本日は見ていこうと思います。お、オリオチョウレディオから。誰の部屋だろう、誰だこいつは。なになに、いきなりめちゃくちゃ不穏な感じ。いやー、なんか不穏な始まり方でしたね。第7話、狭間田利和サーフェス。小林珠美くん情報教えてくれるようになったの。口論がいてのうん、恐ろしい。いつが狭間だか。狭間って書いてある。みんな学生服に特徴的な。金融関係。小林くん結構登場してくるの。まだ高一にちゃんとついて回ってるんだ。あ、小林くん。すっかり敬ってる。どんなスタンドなんだろうね。サーフェス。あ、いた。狭間だ。おお、直せるからってやりたい放題。先に行ってから壊してよ。用心しろよ。ポイって。この多い野郎だな。もうオカルトの本もある。が入ってるってことは。お。これは実物だ。画材屋とかで売ってる企業の人形か。なんでこんなものがロッカーに。結構大きいし、あー動いた。ん？おお、爆破。お、出てきたの中から。操る人形系。自分が出てきた。あっ、おお、ジョスケット、ジョスケ。コピーロボットってありゃ便利だよな。パーマンね。いいね、みんな言うよね、一回はね。パーマンってなんだよ。ジョスケ。パーマン知らねえの。知らねえの。ああ、そういうことか。操られちゃうんだ。ああ、うわー、やばい。小市くん、悪いジョスケだ。ああ、むか切れた。うわ、グレートも言った。射程範囲外だね。絶対俺に絡まんということだぜ。うわ、このスタンドの名はサーフィス。うわっつら。人形に取り付くことで実体化している。普通の人間にも見ることができる。そうなの。あ、狭間だ。殺しにして長太郎から追い出すことだ。え、
なぜ？ことを嗅ぎ回りやがって。とはいえ、ジョータローのスタープラチナは止められる。もうスタンド使える同士で組合みたいなのができてるのか。俺たちの仲間にはいねえ。ジョータローのことを目の敵にしてる。ダークス以外はな。うわー、刺さったの。かなり悪どいね。うわ、こういちくん仕掛けてる。やるな、こういち。目は大丈夫だった？目は。あ、直してあげて。しかしお前根性あんな。スタンドを使ってやつをはめるとはよ。天の吹っ飛ばされる瞬間、ダイヤモンドで直してくれ。あ、そうなの、あの一瞬ね。すごいね、協力。スタンドのドアとガラスをぶち破ったこの傷ってくれると嬉しいんだけど。一瞬で直したんだね。お、誰だこの人。違う制服着てる人はみんな怪しいぞ。みんなと違う制服だぞ、この人も。わあ、公衆電話。なんか懐かしい感じがしてしまう。つないでくださいっす。つないでくださいっす。通話中。そっか、滝によ、電話してんだぜ。ああ、そういうこと。確かか、ジョースか。うわ。スタンド使い。駅前広場に来てくださいよ。15分もありゃ行けますから。同じ話し方してるんだけど、なんとなくちょっと悪そうに感じる。なんか声優さんのこう使い分けがすごいですね、この声の。ちょっと悪っぽい感じがしたもんだって今。ダメダメの方を押しかね。あのコピー、君と本当に区別がつかなかった。いつの毎日顔よりもよく見てるもんだろ。俺の指紋までコピーしてると実感したぜ。こいつどもは、はさまだ。なんでてめえが。わかんねえよ。ああ、小林くん。全然わかんねえ。なら。うわ、悪いやつ。ちゃんと悪そうなジョースケの感じがするね。サーフェス。残り9分。ああ、小林珠美さん。小林くん気がつかないで行っちゃった。怪我してるのに。ジョースケはね、モテるから。良くない考え方だわ。このコピーはどこまでもずっとコピーのままでいられるんですかね。木でできてるからか。自分のスタンドライナーいつもこうだ。この世に性格のいい人間はいねえのかぞ。早いとこひねくれとる。くらぐらいぶちのめしてやる。このバイクはグリーンだから川崎かな。うわー、狭間田くん怒ったよ。おお、カッターで。お、なんか来た。おお、本物のジョスケと高一くん。ショウスケ、お前はすかさず操られてしまうとどうかな。もう元の形に直すために投げたんだぜ。おお、もの が壊れて治る瞬間に攻撃するっていうのはね、結構やるんですね。待ち合わせ場所は駅前ね。のんきしてる場合じゃないよ。奴らが行ったこの道が今の近道だよ。ああ、こいつ。お、ジョー太郎来た。逃げたらよ、すかさず操ってやりますから安心してくださいよ。あ、カンカン。おお。
いろんな音を使ったトリックが。あ、抜いた。高一やるね。お、先に来た。お、地上カクカクシカジカ。カメまだ泳いでる。ここで、これでもう安心だね。簡単っすよ。俺が奴の身で吹っ飛ばしておいたんで、そこで見分けてくださった。そろそろ追いついてくるはずだけど。なんか今ペンを取ったけど、なんでこんなもん操られている。勝手に止まったぞ。あざまだ。え、いる。ガラスの向こうに。ああ、ガラスに。てめえが持ってるペンを上太郎の脳髄に突き刺した。なあ、おめえが悪いんだからな。うわあ、どうする、どうする。おお、バイクの人。どうやらやっと狭間田を見つけてくれたようだなと思って。長介とかいうやつが教えてくれた通り、リアがったいいよ。傷を手当てしてもらったら、なんだか知らねえが治ったしよ。仲間増やしてる。ああ、すっきりするしよ。おお、おお、粉々に。本当に木でできた人形。ところで玉美は人知れずに忘れてた。ところで玉美は直してもらえなかったもんね。あ、レッチリ。はい、今回は狭間田利和サーフェスとの戦いでしたね。小林珠美くんがね、結構いい味を出してて、その後もいろいろ情報をくれたりとか、引き続き出てくるんだなと思うとね、面白かったんですけど、最後ちょっとかわいそうでしたけど、光一くんもね、やっぱり戦いにいろいろ今後絡んでくるのかなっていうところが見えてましたし、ジョースケもね、あの本体のジョースケと操られてる人形の方のジョースケのね、声の使い分けがもう声優さん見事で、悪そうなジョースケと爽やかなジョースケとね、明らかにちょっとトーンが違うジョースケでございました。レッチリもね、最後にちょっと登場してましたけど、次回はまあどんなまたスタンド使いが出てくるのでしょうか。それではまた皆様次回でございます。また見に来ていただけるという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。